なんかの加古様がね佐賀県の有田焼工房を支えてましたねはいまあ伝統工芸っていうことで今井泉釜窯の工房を訪れて日本国宝の今泉今井門さんの案内でろくろでね東京をかたどって、まあ、この作業工程を支えてるんですねはいはいちなみにこの眞子さんもね2016年に有田町を訪れてるんですねああそうですか眞子さんはね有田焼の創業400年を記念する式典で訪れていて、うん、まあこの時はね イマリ市の工房でけたそして眞子さんから引き継いで佳子さまが、あ、昨年はね鳥取県を訪れて、まあ、この日本伝統工芸展での総裁賞を自ら選ばれたってことですけども、うんまあ、そもそもね佳子さまについてそういった興味とかを聞いたことは、ね、ないですからねあ,あ確かに総裁賞を言うてもまああんま知識がないでしょうからそうですね色とか模様とかなんか好みなんですかねただただまあそうでしょうねうん まあ、じゃあこれ、ね、マコさんとカ子さ様の宮内庁文化祭の作品を、まあ、見たことが、ね、なかったんで、はいよこの過去の作品とかを探してみましたけども、も、まあ、どうしても、ね、これ見当たらないですね。あ、ないと。まあこのキシ市とかで、秋篠宮の、ね、過去の宮、まあ、内庁文化祭の作品とかを写真付きでね、置、まあ、いちゃうところありましたけども、うん、まあそこでもこのマコさんとカ子さ様の作品だけ見つからなかったですね。久しさはね、トンボとか信号機とかなんか出展してるのにね。そうですね。だからそもそも、ね、この出品しない可能性が高そうですね。うん 昔はそもそもねこれアピールとかもしなかったってことでまあこの安キさんごとね久樹さまに関してはゴーストだから <laughs> まあこのマッコさんとカッコさまに関してはねそこにまあお金使う余裕がなかったというかあ、まあ、そ, <laughs> そういういことそそっちのもねあったかもしれませんねなるほどまあ、じゃあこのアキさんさまに関してはね、まあ、この風景の写真とかで、まあ、タイトルがね散歩、まあ、がてらって感じで貴公子さ様に関してもね、まあ、風景の写真ですけども、まあ、それっぽい、ね、タイトルの写真を書いてましたねなるほどでもこの貴公様に関してはねこれ本来絵が上手い設定ということで、うん、まあこの安キさんさまに関してはね この「鳥と人」っていう、ね、本を出版してますけども、うん、それでほぼ、ね、この写真ぐらいの出来栄えの鶏の絵を九川様がが、ね、描いている設定ということでなってますけどもあ<ー>まあこの九子様の描いた作品をね、まあ、出品すればいいんですけども本来はねそれが、ね、ないわけですね、まあ、でもこれまでねいつもこの興味として報じられたことがない、まあ、写真をね、宮、まあ、内庁作品として出品してるわけですね まだこ歓喜さ様だったらね、まあ、この歯様とかにカメラをなんか教えてるような感じの映像とかあるんでわかりますけども、紀、うん、子様に関してはね、そういった報道がないですからね。そうですねでも紀子様はね、まあ、自分の書いた作品がなくて、写真をね、また、あ、展示ってことで、はいはい、そして紀子さ様に関してはね、うさぎの陶芸品とかを出品したことがありましたけども、まあ、これもね、まあ、この購入した商品とまあそっくりということで、描いてましたからね。<笑><笑>まあこれね、佳子様に関しても、急にね、まあ、この陶芸品に興味が合わせてるんでしょうけどねいきなりね。ね まあそれかただ単にこの献上とかで有田焼とかをおねだりとかしたんですかね、えー、<laughs> この結婚に向けてね自分がおねだりしてもらったからね、まあ、結婚の時に持ち出そうってう感じでしてるのかもしれませんね<う>まあちなみに献上といえばね、まあ、最近もあの例のおじいちゃんがね献、まあ、上してましたね<う>村本さんで98歳の人ですね<う>しかもこの1月9日に公務には掲載されてませんでしたけども山下昭流研究所の新年会があってそこでね村本さんの話題が出たわけですねはいはいそこで自地震にね心配してますってことで がね、お見舞いの言葉を述べてましたけれども、うん、まあ早速、ね、今年の、ね、第1弾の献上、まあ、品である「吹きのとう」2月6日に発送したよってことで。 記事になってました、ね、なるほど一応フキノトりね高血圧とかに効果があるカリウムが豊富に含まれてたりとかはい、はい、あと香り成分であるねフキノドリっていうのがね胃腸の働きを良くする効果があるって言われてますから<ー>もしかしたらね紀子様の胃腸の調子が悪いから、ね、それで健常したんかもしれないですねああそうなかもわかないね <laughs>、うんまあ、なかなかね100歳まで健常を続けるつもりってことで記事になってましたけども、うん、地震でね被災した地区なのに健常させるってことで、まあ、この秋田さんがね まあ心配したんじゃなくて献上は、ね、大丈夫だよって感じでそういった、ね、メッセージとかをあ実は送ってたのかなとかですねはあそういうこと、まあ、この佳子さまに関してもね献上してもらったのかもしれませんねおお<う>今泉今右門の作品に関しては昭和天皇がねアメリカに帰った時にも、まあ、この東京ねお土産として持っていったようですねああそうですか、まあ、ちなみにこ佳子さまに関しては焼き物はあ石をね、まあ、この細かく砕いて作ったきめの細かいね粘土からできてってことを説明を受けて<う>まあ実際に触ってね感触を確かめたですねなるほど まあさらにこの職人にはね綺麗な滑らかな形にするために何かね工夫されていることありますかってことで、うん、熱心に質問されてたたね,熱心にねそうですね、まあ、これで事前にね調べてないことが丸分かりってことでほ<う>まあこのね陶器の一番の特徴に関しては色ですからねなるほど <laughs> 色鍋島といって特殊なね技法が使われているってことで、うん、まあこの藍色の顔料で下体を描いてね小磨きをした後に赤色黄色緑色のね、まあ、3色で上絵いをつけたものだってことで、うん、だからこのね普通はこの色に関する質問を すべきですけれども、この滑らかにする工夫ということで、そういう形で他の攻撃品とかでも言えるよなことばかり聞いてい感じですね。ああ、そういうこと。他にも削る作業は繊細だと思いますが、気をつけてことはありますかって感じで、そういう質問でねこの興味がそもそもないからなのか、ひ手すも下手なて感じですね。質問がね。そうですね。最初に佐賀の有田町にはねこの午後4時頃に到着とてうことで、すごいね結構言ったりした。おお、確かに。 別にこの1日でね、ゆけちゃんちゃうかとかですね。有田町にね、あの、有田ポーセリンパークっていうのがあるの知ってますいや、知らないですね。<laughs> あ、知らないですか。すごい広大な敷地に、はいはい、あの、ドイツのツビンガー宮殿っていう、まあ、王族とか貴族が住んでたような、すごい綺麗なでっかい建物があるんですよ。まあ、宮殿ですね。へ<ー>それをかなり忠実に再現した、まあ、ツビンガー宮殿が、あの、メインの、 テーマパークみたいな感じのとこなんですけど、まあ、ほんまに非日常というか、日本っぽくない、ヨーロッパをめちゃめちゃ感じれるような空間で、映える写真とかもいっぱい撮れるんですけど、まあ、宮殿がすごいから、もしかしたらそこにちょっと近いんで、有田町なんで同じ、そこにちょっと加古さんも寄って、いろいろ写真撮って、プリンセス感を味わってからいいかもしれないですね。<ー> <laughs> 楽しいやつ、ね、<laughs> ありますね、それね。まあ、<ー>佐賀県とかってい結構、まあ、そもそもがね、田舎というかね。ああ、めっちゃ田舎なんですよ、まあ。その中でもこの有田町というかね、まあ、その町やからね、余計田舎でしょうからね。そう 行ってから行ったんかな、4時から行っ、ね、てから行ったんかもしれないですね、<laughs> すねここなんか、全然すごい感じの宮殿があるのに、あんまり全国に知れられてなくて、もう人全然いないんですよ、観光客<ー> <laughs> よく成り立ってなみたいな感じのとこなんですけど、なかなかね、構図の弁というかね、まあ、佐賀県ってことだからね、あまあ確かに、うんだから佳子さま行ってても、誰にもバレてないかもしれないですね。 そうです、ねうん、まあこの、まあ子さまって言ったらまあこの間、まあ、去年ね、まあ、ペルー行ってましたけども、はい、ペルーの方ではこのペルー北部の山間部でアンデス文明のね、まあ、この宗教的指導者の墓が最古となる、まあ、紀元前1300年頃の問であることがまあ分かったということではいろ、はいろとまあ調査してたのかね、まあ、この調査だった人が過去さまがペルーに、ね、行く前にまあ訪問していた。 大阪にある国立民族学博物館のね、まあ、調査で分かったということで<ー>あ、まあ、本来、そっちの方に、ね、興味を示すんでしょうけども <laughs> 今まさに、ね、この工芸品とかに行、ね、ってるんでしょうから、はい、まあそこでこの箱根をね儀礼の楽器用と見られる、まあ、このホラ貝とかね々ろ,いろとかろ見つかったということで言ってたんでなるほどまあ本来そっちでねその話題とかを持ち出しながらやったらね、まあ、もっとなんか盛り上がるというかねあ広がっていくというかね話がそうですね<ー>なのでそのことにはまあ全然関心を示してないのかあ、まあ、知らないでしょうねはいはい。 ま女性自身の方には、これ、佳子さのことも書いてましたけれども、この全日本ーアあ連盟に非常勤嘱託職員として就職されてね、今年5月で丸3年とてことですね。ああ、3年経つんですね。なぜかこの5月6日ってね、中途半端な時期に就職しましたけれども、就職当時はね、コロナだったんで、週3程度で事務仕事をね、テレワークでする予定ということで、宮内庁が発表したわけ当時だったらね、コロナやから、まあ違和感はなないいゃですけどまあそうですね。うん ただまあそれ以来ね、この働いている様子がないってことで、うん、まずこの全日本ロア連盟の本部の事務所に関しては、まあ、新宿区内のビルにあるんだけれども、そのねビルの関係者からはね、格差は見たことないよってことで言ってるわけですね。ああ、全、ま、くね。まあこれしかもこの、ね、こロア連盟も人手が、ね、足りてないということで、昨年11月から、デフスポーツ関連と一般事務補助に関わる、まあ、このアルバイトをね、まあ、募集していって、<ー>今もね、続いているみたいですね。はい、はい それでこのロー連盟に取材を申し込んだんですけれども、そしたらこの女性職員から、そのことについては一切お答えできませんということで、書ってきたみたいです。ね何も言うなって言われてるんですかね。そうでしょうね。つまり、この事務所に出勤することがあるのかどうかについてもね、答えないわけですね。ちなみにこの宮内庁関係者によるとね、この佳子さまが1回か2回事務所に出勤されたことがあるということで言ってみたいですけれども、これもどうか分からないですけれども、ただこの仕事内容についてはね、宮内庁も私的なことを理由に答えないわけですね。なるほど ただこの佳子さまもねこの手話の公務をしているんでまあこの職場にね来なくても大きなメリットと捉えてるんちゃうかとかですねああ公務はやってるからまあこの手話とかの公務とかでねまあアピールというかまあそういう形でなんでしょうけども、うん、つまりこれ仕事はねしてないんだけども、まあ、手話の公務をしたらねまあ日本ロア連盟の宣伝とかにも間接的にねあるからまあいいんちゃうかって感じで思ってるんちゃうかとかですねなるほどねまあ先ほどの、ね、宣伝の仕方っていうのはいろいろとあってね、まあ、この絹たしかっていうところがね 有名ですけども、うん、まあこの歯科医に関しては全国に300か所の、ね、看板を設置ということでその看板っていうのがこの歯科医と院長の顔のまあ宣伝っていう形で、ねまあ、温度計ですねはい、はい看板設置にこの900万でねこの温度設置に400万かかってるということでこの一つ1300万ぐらいかかるみたいですねそんなかかるんですねそうですね、まあ、そしてこの冬場になると毎回このテレビ局が温度計のところをねリポートで 指差してくれてとというこでで<ー>宣伝なるわけですね<ー>だからまあすごいね、まあ、宣伝効果ってことで、まあ、これがこの12年以上続いてるみたいですねあそんなにそうですね今この全国に230か所ぐらいにまあ絞ったみたいですけども、はい、まあそれでもこの年間で、ね、維持費が、まあ、年間維持費が2億円ぐらいねかかるようですねそれだけかけてもまあ元は取れるんでしょうねそうねだからまあ一つね年間この100万ぐらいの維持費がかかることで<ー> 1>, まあ1回ねこの CM が民放で流されると まあ15秒間でね、まあ、60万ぐらいかかるみたいですねへえ<ー>だからまあそのぐらい考えるとね、まあ、長期で考えると安いわけですねうん賢い人はね、まあ、このまあ宣伝効果の考え方がまあ違うってことですけどもはいはいさに関してはね手話の公務をましてもね宣伝効果としてどうなんかなって感じがありますけどねああ確かにそこまで効果あるかっつってもね一応このね、まあ、全日本ロアレーメンの大会とかにもアクション放送がね出たりとかしてるんでそういった感じはね宣伝になってるんでしょうけどもはいはいただ加子さに関してはね出勤してる感じがないですからね全くねそうですね、まあ、そして愛子様に関してはね まあ今年の4月から日本赤十字社にまあ勤務されてますけれども、うん、もうすでにこのね説明会で出社されてますからね。あ5時間滞在したんでしょうかね。<laughs> そうですね。まあ、そうすると、佳子もね、あやばいと思ってるのか、まあ、方針転換にまあ迫られたということでね、さすがにこのね、いつまでもこのテレワークの設定がまあ通用しないということで、うん、あ入社してね、まともにこの出勤もしないわけですねそそうそうね。 愛子さまに関してはね、まあ、週3ほどまあ勤務される見込みということですけれども、佳子、うん、さんはね、なんでこのテレワークを続けるのかって感じで、それとまあ疑問の声が上がることはね、間違いないということで、まあ、これがね、まあ、迫られてるんでしょうねまあこうコロナっていう感じはもう終わりましたからね、今、そうですね、うん、だからこの佳子様もね、この出勤に切り替えられるのちゃうかってことで言われてますけれども、はい、まさにこのね、初めて寄与を得た女性皇族が黒田清子さんみたいですね。ああそうですか この山鳥類研究所に勤務をしていてねこの非常勤研究員で初任2日で初任給が8万ってことで仕事内容に関してもねこの公共とかこの赤坂御用地のカワセミを主としてね鳥類の生態研究みたいですねあ他にもこの鳥類の図鑑とかに掲載されている学名とかをねもっとこの新しい学名とかを照合して修正する作業とかもやっみたいですねなるほどちなみにこの公共とかこの赤坂五用地でのカワセミのヒナとかがヘビとかにね 食べられないように害虫駆除用の粘着板とかを。まあこの巣の周りとかに取り付けて。<ー>蛇の侵入とかをね、防いだみたいですね。はいはい。黒田佐伯さんはね、この蛇は平気ってことで。うん。まあこの出てくるたびにね、ま素手で捕まえたわけですね。すごいですね。なかなかなこれ蛇をね、素手っていうのは怖いですよね、なんか。ね、女性やったら特に結構嫌がるでしょうけど。ま <laughs> あだから毒があるかないかとかも、わかるんでしょうね。ああ、確かに。まあじゃこの真子さんに関してはね、この小室家の職場の隣の。ビルのね。インターメディアティクで、週参勤務で。 やってましたけども、うん、これもねこの外食がまあ目的さえいことはなかったですね。はいはい。なんからまあ朝食はねお弁当でしたのか、まあ、それでもそもそもね、まあ、午前中行ってなくて午後から行ったのか、ああ<ー>、まあ午後から行ってね、まあ、デートが目的って感じで行ったかもしれないですデートするための。<laughs> そうね。まあちなみにこれね結婚の話題とかを集めていた2020年の9月にはリレーコラムでマコさんがコラムをまあ投稿ということで、うん。まあそういうことこのね電気もついてない展示室を歩き回った時きに、まあ、この不思議な感覚を 覚えたってことでまるでねこの時計の針が再び動き出したかのような感覚ということで書いたわけですねはいはいまあこのコラムにねこの小室圭との結婚に進展があったんちゃうかということで話題になったわけですね、うん、結局まあそれからね1年後にまあ結婚っていうことで、まあ、3か月後にはねこの歌会始めとかでも結婚に弱すような歌を書いたわけですねあ<ー>ちなみにね秋子様に関しては、まあ、連載コラムも書いてますけども、うん、私はいつの日かね、まあ、この和菓子の人と思われてる節があるってことでね、うん、まあ自分のこの誕生日ケーキを担当の人に頼んだらね こ和菓子じゃなくてもいいんですかみたいな感じで切り替えされたということでそんな感じでね書いたりとかしてね皇族は和のものしか食べないってね思われてるのかみたいな感じでスズ子やとかのねイメージでねそうですねこの安芸がさまに関してはね陸奥の大学で客員教授とかも務めていてね日本文化を伝える活動とかもしていて子供たちに稲作文化とかを知ってもらうということで田植えとか稲刈りとかにもね参加してるみたいですねはいはいこの泥まみれでね作業することもあったりとかしてうん もっとはこの文化っていうのはこの日常生活の中で生かしてこそ残っていくるのでね保存するものじゃないってことで、まあ、そういう考えみたいですねなるほどで、まあこの洋子様に関してはね愛子様と同じく、まあ、この日本赤十字社で条件嘱託職員として2006年から2012年まで働いてですねはいはい電話対応とかもねしてたってことでお<ー>ただこの人間関係ね苦しまれたってことで、うん、今でいうねパワ、まあ、ハラって感じで まあそんなこともあったみたいですね。ああそうなんですか。それでね、一応、早朝に出勤とかして率先してね、職場の掃除とかもしたりとかして、うん、お湯をね、沸かしたりとかもしたみたいですね。ははい、はいまあそして、まあ通行様に関してはね、日本ユニセフ協会で条件嘱託職員としてね、まあ、就職されて10年目をね、迎えられてまんですね。へえ、結構長く。そうですね。まあ、この職場ではね、高円通子ってことで名乗ってみたいですね。うんまあこの辺がね、まあ、分かってる証拠というか、脇者家はこのね、 引き継いだも場合は、まあ阿久しめや引き継いということで名乗っていてね。うん、まあ菊川様も阿久しめや菊川って形で名乗っていて、論文も書いてますからね。はいはい。<laughs> まあそもそもこのね宮号っていうのはね、阿久しめ様がこの綾宮っていう称号がありましたけども、結婚されてね阿久しめっていうね、まあこれ宮号になったわけですね。はい。まあそれでこれはね、あくまでもこの阿久しめ様単体の宮号でご家族全体の苗字のような性格はね持たないわけですね。うん。まあだからね、阿久しの宮菊川殿下とか阿久しの宮過去内親王殿下とかね。 そういった呼び方は正しくないわけですね。間違ってると。そうですね。まあそんな中で、このアクシマキコとかね、まあ、このアクシマキシャストというのはね、おバカの象徴って感じで、あ <laughs>、えー、なってますけども、<laughs> こんなことをね、言って、この、これは正しいと言えるジャーナリストは、あのバカなね、まあ、このヤワタカゾらいしかいないわけですね。<laughs> バカばっかり <laughs>。そうですね。<laughs> まあそれにしても、このね、4月からこの愛子さまが就職で、佳子さまもね、テレワークから、まあ、職員風景を撮影してもらえるのがね、どうなりますかね。ねえ。まあね、今日ね、<あ>ケニアの大統領夫妻を生まれた昼食会にね、 愛子さまも参加してて、そうね。ね、普通に英語でね、会話もして、和やかに観覧されたってことなんですけど、一応あれなんですか、紀子さまが胃腸の不調で参加しなかった代わりに、今回愛子さまが出席する形だったんですかね。フジテレビだけそういう形で書いてますね。 なんか書いてますよね。<laughs> あ、その代わりになんやと思って。でもなんか、本来だったらなんか、紀子様がね、欠席された代わりやったらなんか、娘のね、佳子様が参加した方がなんか自然やけど。そうですね。愛子様になるんですね。やっぱり、まあ、九州行ってるからちもありますけど。代わりにってことにしとってくれみたいな感じで、フジエビだけね、明かされたんでしょうね。そういうふうになって、あ、してるんですね。そう。まあ他のところはまあ、そういう代わりとか書いてませんでしたからね。あ、確かに確かに。そうじゃないけどってことですね。<laughs> まあそうですね。<laughs> なるほど。 まあある意味ね、まあ、戦力会通告っい感じでね、結構さ、おらんほうがいいかなって感じでしょうね。まあ、会話も弾まないでしょうしね、あんまり。そうね、まあ、そもそも、ね、なんかその2日前にまう、あ、も出てて、昨日うも、ね、公務出て、はい、で今日はもう2日前からね、まあこの体調悪いですよって感じであ<ー>あ分かるということで、まあ、明らかに嘘ですからね。予測してる全で、ね、体調悪くなることをもう。そうですね <laughs> まあこれがね、まあ、今後、吉田公子職イプがね、どういう形で対応していくかという感じで、ね、ありますけれども。うん まあ今後ね、どういった形になっていくのか、よかったらね、コメントもらえると嬉しいですね。ぜひコメントください。あと、チャンネル登録もあしたの登録の方、お願いします。よろしくお願いします。